山口敏太郎です。明日ですね、9時からマツコの知らない世界に山口敏太郎が出ます。ここ、10年ほどですかね、インチキ映像が UFO 業界出回ってまして、それを、断罪しております。そして UFO インチキ映像がどのようにアナログ時代は捉えていたか、そして今はどのように撮影されているかという話をぶっちゃけてしたいなと思っております。何でもかんでも UFO 映像を盲信的に認める、そういった風潮に風を開ける波動砲を打ち込みました。もうこれで、何でもかんでも、YouTube に流れているようなインチキ映像を認める風潮はなくなればいいのになと思っています。で、また同時にですね、これからこういった不思議な情報に触れる人はですね、ぜひ情報リテラシーを持ってですね、どれが嘘でどれが本当なのかという識別する能力を持っていろんな情報に触れてほしいなという、そういったきっかけになれば幸いかと思っております。私もですね、テレビ番組年間100本以上お世話になってますけども、あまりにもですね、安易な、オカルト映像、若手の映画監督が作ってるような、あるいは腕試しで CG の、腕試しで作ってるような映像に対して、お金をバンバン払っちゃうような風潮で、映像のプロであるテレビマンがですね、そういった素人でちょっと専門学校出て器用な子たちが作ったような CG 映像にお金を払っているという、この嘆かわしい現状に、一石を投じることができたのではないかなと思っています。そばをちょこっとやるのと、僕の UFO をやるのと、2本立てみたいです。明日の夜は、マツコの知らない世界をご覧ください。僕は深夜時代にも1回出てまして、2回目なんですけども、2回で出た人は僕とあと1人しかいないということなんで、大変名誉なことかなと思っております。何度も打ち合わせして、UFO ブームに、本当の UFO ブームを起こしたいという熱意で、インチキ映像の作り方、見破り方を、伝授しました。マツコさんも、大喜びでした。本物とは何か、偽物とは何か、そして本当の宇宙人、宇宙認識とは何かというところに目を覚ましていただければという熱い思いが積もっとる番組です。皆さんご覧になってください。